2018年3月12日8時43分特集、酒井宏樹。酒井宏樹が決勝点の起点に拡大。リーグアンは11日に第29節が行われ、マルセイユはトゥールーズに 2-1 と勝利した。リーグ戦直近2試合で勝利がなかったマルセイユ。敵地での一戦で、酒井宏樹は左サイドバックで先発した。開始10分にオカンポスのゴールで先制したマルセイユだったが、その9分後に同点に追いつかれる。その後は、32歳 GK マンダンダ、19歳 GK ラフォントの両守護神が驚異的なセーブを連発し、得点はなかなか生まれない。引き締まったゲームだったが、決勝点は酒井が起点となって生まれた。78分、日本代表 DF の縦パスをパエがスルーし裏スペースへ走り出すと、ミトログルがそのスペースへパスを送る。抜け出したパエはエリア内からクロスを上げると、ミトログルがボレーで叩き込んだ。酒井が起点となり、直前に途中出場したミトログルがファーストプレーでゴールを奪ってみせた。このゴールが決勝点となり、マルセイユは敵地で勝利し、勝ち点を59に伸ばした。次節は、5ポイント差で4位につけるリヨンとの、ショック・ドゥ・オランピックに挑む。ゴールドットコム、今、あなたにおすすめ。